東京マーケットワイド、この時間ゲストと電話がつながっています。岩井コスモ証券投資情報センター長、林拓郎さんです。林さん、おはようございます。今日もどうぞ。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速ですが、昨日のニューヨーク市場、注目の CPI の発表を受けて、ニューヨークダウ、ナスダックともに方向は、まちまちでしたが、まずまずしっかりと戻ってきました。それを受けての今日の東京市場ですが、ここまでの動きをまず林さんの感触としてはどう見ていらっしゃいますか。やはりご指摘の通り、無難通貨に近い内容だったということで、アメリカではハイテク株、ナスダック続伸ということで、日本も堅調試合を、維持していると、言えるかと思います。もちろん一方で今日もですね、27,700円台、上抜け簡単じゃないというムードも続いておりまして、突破するには、ちょっと追加的な材料が欲しいという感じになっています。そして今日も特に物資側面で明確なのはバリュー株の強さですね。今日新聞等にも小売回り株の上昇等指摘されておりましたけれども、鉄鋼とか、銀行、海運など、PBR が低くて買取面で高い銘柄への物色姿勢が、かなり鮮明に出ておりまして、これが全体の支えになっているということです。で、今日は東証の、バリューインデックスが5年ぶりに史上最高値を更新いたしましたけれども、全体日経平均朝の上昇から少しずつだれる中でも、強い状態を維持していまして、しばらくのこのバリューの循環物色が継続しそうなムードとなっています。当初のバリュー株の動き、また後ほどじっくりお伺いするとしまして、まずアメリカの動向をお伺いしたいのですが、やはり焦点となっています昨日の物価統計です。 CPI が発表されて、前年同月比では6.4% の上昇、前月比では 0.5% の上昇で、どちらも市場予想よりは若干強かったということになりますが、これをどう判断するか、高波的なモードにマーケットの動きがまた戻ってしまうのか、どういうふうに判断したらよろしいでしょうか。予想よりも強かったということは、当然、朝方は、売りにつながったわけで、マーケットが見ていたよりはインフレ鈍化は簡単には進まないということなんですけれども、それでも7ヶ月連続して前年同月比の伸び率は鈍化していくし、ピークアウトの期待は一応残っているということだと思います。で、昨日 FRB の高官からも、サッカー的な発言と捉えられそうな話がいくつか出ていますけれども、簡単にはインフレ鈍化に至らないというのは、これ市場の見方もおそらく一致していると思いますし、それでも少しずつ最悪期が通過したというかですね、今後も鈍化の動きは緩やかでも続くという見方で良いのかと思います。マーケットの方が通常であれば、ハイテク株が金利上昇の中で売られてもいい中で、踏ん張ったと、あるいは個別には結構買われたものもあったということで、マーケットの反応もちょっとやはり以前とは時代が変わってきたということになるのかと思います。分かりました。そして日本なんですが、これは言うまでもなく日銀総裁の後継人事ということになってますよね。昨年からずっとこれはマーケットではくすぶっていた話題ではありますが、上田和夫さん、経済学者の上田さんに、ほぼ決着したという流れになっています。上田さんはもうすでに経済学者として数々の論文を書かれて、あるいは日銀の顧問として政策の提言もなさったりされてた方ですので、ある程度の考え方というのは知られているという状況ですが、それをどこまで反映させていくのか、これからの金融政策難しいんですが、どういうふうに考えたら良いかというふうに林さんはお考えになってますか。これは報道から判断するしかありませんけれども、
まあ、最近も日銀政策に対しては適切というふうに発言されているように、まあ、おそらくこう請求な政策変更といったりはないだろうというふうに考えていいかと思います。まあ、今後、まあ、当然YCC とかですね、まあ、弊害出ているというふうに見られている部分については修正を探っていかなければいけないということですけれども、はい、まあ、おそらく以前の経験も踏まえて、ね、まあ、かなり市場との対話というか配慮に力を尽くされるというふうに期待されますので、まあ、当然当面は請求な変更とかないとし、まあ、マーケットへの影響を見ながら、適切に動いていかれるというふうに思います。まあ、どちらにしても難しい話なので、まあ、マーケットが短期的に反応するような動きって、まあ、当然変更前も変更の後もあるんだと思いますけど、まあ、ここについてはそれほど警戒が必要ではないというのがありますね、と思っています。まあ、そうですね、はい、アメリカも FRB の議長もいつも変更のたびに政策も変わりますが、すぐに変えるということではなく、じっくりじっくり FOMC のたんびに変えていくと、ゆっくり変えていくということがありますから、日銀もおそらくそういうことになっていくということでしょうね。そうですね、まあ、誰がやっても難しい話ですからね、はい。そして、この株式市場マーケットです。日経平均、非常に小さな動きが続いています。まあ、先ほどバリュー株が高値を取った、上場来高値を取ってきたというご指摘もございましたが、まあ、株価指数そのものはなかなか動きが取れないという状況で、個別企業の決算発表が非常に盛んに出てきているということです。現在の、まあ、3月決算企業の第三四半期の決算、まあ、ほぼこれで一巡したということになりますが、傾向として今回どういう動き、流れが見られているのか、まあ、よかったというよりも悪かったという方がどっちかというと優勢のようにも感じられますか。そうですね、まあ、実はアメリカでは悪化はしていますけれども、想定ほどひどくなかったという決算発表だったと思うんですけれども、はい、まあ、日本についてはまあ、製造業中心に下方修正がやや優勢ということで、まあ、当初、まあ、トピックスの採用銘柄のベースで見ても、まあ、トータル金額では 2% ほど下方修正ですかね。はい、ですから、まあ、日本の業績なり景気って、まあ、比較的事前の雰囲気では、まあ、まあ、しっかりしているというような見方がありましたので、この点についてはちょっと下振れしたということで、まあ、これが上値の模型につながっているということは当然あるかと思います。はい、ただ、まあ、製造業の悪化については今後 の、 まあ、日米の、まあ、景気の持ち直し期待等もありますので、為替の安定も含めて、まあ、今後については回復期待も十分に維持されているというふうに思います。うん、まあ、ですから、まあ、内容精査してということになると思いますけれども、今後はやはり今後の業績の堅調さとか割安化をまあ評価するような動きになっていくんだろうなと思いますね。で、一方で日経平均については結局先週まで5週続伸ですから、はい、まあ、今週一服、まあ、この2万7000円台後半で一服というのは、まあ、チャート上当然 の、 まあ、中休みという感じだと思いますので、まあ、そこがとは確認できただけでも、まあ、それはそれでプラスに捉えていいというふうに思っています。はい、分かりました。これでアメリカ CPI の発表が終わりまして、まあ、2月頭の FOMC、 それから、まあ、今回の CPI、まあ、その途中にアメリカでも決算発表が相次いでなされて、まあ、ガーファムの決算もあまり良くなかったけど、まあ、マーケットの反応は冷静だったと。そうですね、はい、一連の2月のスケジュールがここまで一通り出揃って、ここから先の注目ポイント、はい、まあ、2月があと後半戦が残っていて、でいよいよ3月期末相場に入っていくという流れの中で、はい、ポイントとして林さんが現在注目されている点、何か一つないし二つございましたらぜひ教えていただけますか。まあ、実は結構昨日の決算という一巡で、まあ、政策イベントも含めて、まあ、山越えたような感じになってますよね。はい、まあ、無難通貨ということで徐々に日本の割安感のところが評価されればいいかなというのは思ってるんですけども、ちょっと材料不足の感は否めませんよね。
まあ、今回の決算では業績もう一つという中で、自社株買いとか、配当政策の拡充とか、はい、あるいは増配等、やはりちょっとずつ企業の行動が変わってきたところも前向き評価され始めているというふうに思いますので、このあたり期末に向けてさらに、配当政策の変更等が出てくる可能性もありますので、ちょっとこのあたりは上へのエネルギーとして期待はしています。自社株買いもこの規模が変わってきたというか、三菱商事が先日1000億円の自社株買いを発表したり、そうですね、シーズン時計が発行株数の 25% の自社株買いを発表したりという、これまでとはちょっと桁が随分違ってきてますね。そうですね、これ、当然外圧によってということもありますし、あるいは東証の改革加速で、今後PBR とか ROE の低い企業で、いろいろな指導等も行われる可能性もあるということで、このあたりもやっぱりちょっと意識が高まってきているということなんですよね。なるほど、わかりました。いや、林さん、今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。岩井コスモ証券投資情報センター長林卓郎さんにお話を伺いました。